その曲はナコルルから教わったのか。そうか、直接教わったわけではないのだな。ではナコルルに聞いても曲については教えてくれまい。なるほど。では私からも曲のすべてを教えるわけにはいかぬ。これは本来軽々しく歌ってはならぬ曲なのだ。いや、そうではない。この曲は広く人口に感謝していた頃もあったくらいだからな。みんなが口ずさんでいた時期もあったということだ。しかし次第に忘れられていった。そのうちわかる。軽々しく歌ってはならんが、しかし曲を知ることは悪いことではない。ああ、曲のすべてをな。だから一部分だけ教えてやろう。そのように怪訝な顔をするでない。いずれわかる時も来るだろう。では曲を教えてやろう。私から教えることができるのはここまでだ。時に見かけ、従者の仕事はどうだ。そうか、ナコルルの言いつけをよく守るのだぞ。期待しておるからの。お前はいつか曲のすべてを知る時が来るのだろうか。その時お前はどうするだろう。早く曲のすべてを探すのだ。
いつもマナリと楽器弾いて遊んでる子ね。マナリなら山に薪を取りに行かせたわよ。ねえあなた、あんまりマナリにつきまとわないでほしいのよね。マナリにはもっと歌の練習をしてもらわないと困るんだから。
坊主、お前がクマだと思ったのな。あれマナリだったんだよ。木の上から落ちてきた雪に埋もれて身動き取れなくなってたんだ。それで情けない悲鳴を上げてたのさ。マナリはもう家に帰ったぜ。あいつの半泣きの顔ったらおかしかったな。坊主にも見せてやりたかったよ。ほんと、マナリは同志だよな。可愛いのはいいんだがな、料理すらできないんじゃ。あいつを嫁にもらう男は苦労するかもな。いや、それより問題は歌い手の家系の娘なのに歌が下手なことだな。家業が継げないと悩みの種になってるらしい。私って猫っ毛ですぐ寝癖とかついちゃうから自分の髪が嫌いなのよね。その点ナコルルの髪って細いけど腰がある。羨ましいな。
出来上がり。ありがとう。それじゃあ今度は私がマナリの髪を解いてあげるね。よ、やんたもあんまりジロジロ見ないでよ。なんでだよ、マナリなかなか似合ってるぜ。ナコルルまで。女の子って髪の結び方だけで随分印象が変わるんだな。ミカト、ちゃんと二人の髪を褒めたか？決まってんだろ、女の子を喜ばせるにはそういうとこを褒めるのがいいんだよ。おい、ナコルル、ちょっと座ってみな。これ、マナリがやったんだろ？うん。ヤンタムはどっちの髪型が好み？そうだな、マナリかな。ああ、だってナコルルの今の髪型ってただ紐で結んだだけだろ。髪型以前の問題だぜ。マナリの髪の方が凝ってるからな。なんだそういう意味か。いつもの髪型だったらナコルルの方が好きかな。ヤンタムって長い髪の方が好きなの？そうなの？まあ私も伸ばそっかな。バカ、お前はその長さが似合ってるよ、マナリ。そう？ああ。していればいいの？悪い。いやー、なんだか面白そうだからよ。俺も特別にナコルルの髪を結んでやるよ。今のカムイコタンで流行りの髪型だぜ。ちょっと、ヤンタム。いいから、安心して任しとけって。やはり俺ってすげえな。何やっても天才的だ。隣村のやつに遠く海を越えた国の果物の話を聞いたんで、それを想像してみた。どうだ？
んたもやりすぎだよ。ああちょっと時代を先取りしすぎたか。でもナコルル似合ってるぜ、最高。もう人の髪で遊ばないで。またそんなしかめっ面してるのか。もっと笑えって。たく暗いぜナコルル。大体お前は最近笑わなすぎるんだよ。そんなんじゃ人生つまらないぜ。もっと楽しんでいきないとな。損だぜ損。ヤンタマごめんなさい、もう帰って。なんで急に怒ったのか。別に怒ってません。マナリも帰って。今日はありがとう。おいおい、いきなりなんだよ。まさか熱でもあるのかよ。ナコルル、さては俺に惚れたな。熱なんてないわ。ふざけるのはやめて。あなたはどうしていつもそうなの。そうなのってなんだよ。俺はいつだって毎日を精一杯楽しく過ごしてるだけだぜ。なあ、あんまりカリカリするなよ。お肌に悪いぜ。せっかくの可愛い顔が台無しだ。やめて。ナコルルは真面目すぎるんだよ。少しは羽目を外してみな。まあ俺は外しすぎって話もあるけどな。